共犯関係にまで及んだメス中古車販売大手ビッグモーターの内部告発に始まった保険金不正請求は監督官庁と捜査当局が総力を挙げて解明する事件となっているパワハラが横行するブラック企業でタイヤにドライバーで穴を開けヤスリやゴルフボールで車を損傷させて保険金を不正請求していた事件は その不正や報告書改ざんの事実を知って許ししかも監督官庁の金融庁に事実を伝えなかったという意味で損害保険ジャパンと親会社損保ホールディングスの罪にまで事件は及んでいるビッグモーターに対し国土交通省は道路運送車両法違反の疑いで警視庁と神奈川県警は街路樹を枯れさせた器物破損の疑いで 金融庁は保険金不正請求に絡んで調査捜査に入ったビッグモーターが行政処分され何らかの刑事罰を受けるのは当然ながら9月19日金融庁がビッグモーターと共に損保ジャパンを立ち入り検査したところにこの問題の根深さがある自賠責保険を含めた自動車保険の市場規模は約5兆円で損害保険の約5割を占める主力商品だ

4社が保険料を事前に調整した疑いがあるとして独占禁止法違反の疑いで調査に入っている双方に共通しているのは保険契約者の利益より自社の利益や仲間内の論理を大切にする損保の体質であるしかもビッグモーター事件で損保ジャパンはブラック企業と共犯関係にあることを疑われた さらに責任を取って社長辞任の意向を示した白川義一社長は事件発覚時に日本損害保険協会会長であり損保ホールディングスの桜田健吾会長67は経済同友会代表幹事だった損保業界はもとより日本を代表する経済界の企業で交通インフラの安心の要といえる自動車保険をめぐる不正事件はなぜ起きたのか 以下はネチズンのコメントをまとめたものです金融庁は損保ジャパンの責任を白川前社長だけでなくグループトップの桜田会長にも求めていくことだろう社長に経営権限を委譲しているといえども監督責任が問われる道義的責任を取っての辞任とならざるを得ない 保険金請求問題は近く刑事事件として立件されると思うが金融庁による経営監視は強化される今後5年間は金融庁の検査と報告が繰り返し行われていきそうだ業界再編も含めて経営者の外部招聘もありえそうだまあ普通に考えたら隕石辞任よりも逃げたなという見方が強い感じがしますよね 逃げとく感がすす。ごいですこの件が上層部のどこまで関与していたかが注目されますもともとの会社のコンプライアンスがざるということは間違いないですが私の自動車保険も損保ジャパンなのでこの事件は注目しています保険不正があったのは BM だけではない第2の BM と呼ばれるネクステージについても同様である ネクステージは損保ジャパンから出向者6名に加え社外取締役を2名も輩出している社外取りは本来社内取りを監視し牽制する立場にあるはずだが不正やパワハラが横行する企業風土を是正することもなく助長させ社長辞任という結果を招いた責任は大きい ネクステージの保険売り上げの4割は損保ジャパンだったことからも明らかに損保ジャパンが利益を優先させて監視が甘くなったいわゆるズブズブの関係であったと想像できる今後ネクステージについても金融庁の調査が予定されているがこれによってガバナンス不全が明らかになればまさに記事にあるような桜田氏の嫌うガバナンス不全が起きていたことになり 自分で自分の首を絞めることとなる。もう、前回のような人事のようなコメントをしている場合ではないと思う。